あの方へ久しぶりに手紙を書いてみました。ボタンの花が咲き誇りあの場にはすがやかな風香る今日この頃お元気ですか、ご機嫌うるわしくお過ごしのことかと存じます。ご多忙の折誠に恐縮です。こちらはおかげさまで過ごしており、ここ最近は可愛いポチ君の写真を撮るのがマイブームです。ベストなショット狙うためならシャッターチャンスは逃しません。魂に根付いてる可愛いメデルスピリット楽しみつつ時を刻んでます。春は桜吹雪、夏は蛍の宵、折々に美しき歌方の景色、ぜひにお見せしたく何かの折はどうぞお立ち寄りくださいね。そうそう、季節の押し花を同封いたしました。しおりにでもお使いいただければ幸いです。話は変わり、このところの余暇は読書にゲーム、通販三昧です。おうち娯楽のその充実たるや筆舌に尽くしがたいほどです。実に恥ずかしいお話しながら挨拶時のハグなどは100年経ってもまだ照れてしまいますが、失礼ないよう頑張っています。秋はもうゆるゆがえ、冬は澄んだ空気、折々の慈しみたゆたう風景、季節ごと趣がらりと違う良さがあるわ、無駄なのです。わびさびそしておもてなしは自負しております。利便性の極みコンビニもそこかしこあります。気づけばつらつらと長くなってしまい、お時間をお取りして申し訳ありません。四季折より変わる魅力をちゃんとお伝えしたくしたためたお手紙、心尽くしの季節だよりです。またうちにぜひお越しくださいね。それではまた折を見てお便りいたしますね。よろしければ近況などお知らせいただければと思います。時節柄どうぞお体ご自愛くださいませ。追伸、最近セルフィーを覚えました。